この映画いくらですか。なんか写真とかって残ってましたか。あ、いや、家帰ったら多分レシートあるから。ああ、じゃあ、あ、じゃあレシートまとめてみて。とりあえず加工代分プラス元値分は回収取れるよ。そうだね、回収したい。なんかあれば最悪俺が最終的な形で、はいはいはい、支払うで、魔界人どうも言えないな。いいよ、別にあの E5 の日ぐらいのスピードに魔界人6号だと この止まってんじゃないか。あ、でもなんか今回勉強になりました、ね。え、何聞かした？聞かした。発電機だ。ですね。ああ、グラス電気はそれが初めて。あ、してやこんな旧式のやつ。やっぱグラナあれっすね。安く手に入れるんだったら作業が一番ってのが分かりました。あー、プラス？あれって初期のやつだけど、あれちゃんと両軸のやつ。あ、そうなんだ。多分電気で片軸なのを検証道の初期のやつがぐらい。あー、はいはい。プラス作業になると、あれ側面の何だっけ？迷われるかな。っていうか、蛇腹みたいな。ああ、でも全部グラス、オールグラスなんだ。あ、そうなんだ。そうです。初めから3号狙いが良かったし。ああ、まあそれもそうだな。俺のチョイスがちょっとダメでした。まあちょっとギアがあんなにもって感じはあったけど、ちょっとギア悪すぎじゃないですか。ですね。セラセラなんないと俺は持っててもしょうがねえからな。